一箇所どうやったやんなかったうん。じゃらやんなくてよかったわ。うん、やんなくてよかった。名タ田原飛んでたでしょ。よかったよ。最近咲いたんだよ、なんかね。やるレース当たって、やらないレースは当たらないみたいな。なんと、今年の競馬収支、 プラス20万もう11月だよ。乗った方おめでとう乗ってる方総合的に見てプラスになってんじゃない俺の予想に乗ってたら人は。まあバカな書き方やめたんでねちゃんと勝てるやり方でやってるんで。 買い目出すやだ,そんなんだよ前にね、ジュンブロスタム化け物って言って分かってたでしょ。それ見てない証拠だよ。買い目出すやじゃなくて、毎週俺の競馬を見てれば、ジュンブロスタムは化け物だって言ってたじゃん、赤夜記念で。また俺追いかけるに決まってんじゃん、そんなの。そんなの俺が言わなくても分かるようになれよ。ね、ヨッサン競馬をね、信じるんだったら。 いやまた上がるかもしれないけど今日は一日上がってないかよまだ,、うん、だまあ大丈夫でしょう今日だ今日ね昨日大事を取ったんで <laughs> いやおしっこもまあ頻尿、ね、だけどね出,、ま、出てますよ 酒飲んでも美味しくないだろう。いや、美味しくないけどさ、放送やるからさ、うん。皆さん、現在4位です。お前らがどこまで団結するか、今日見るから。頼むぞ。なあ。こんな点差なんてこんなの知れたもんだよ。なあ、1位は何万ポイントじゃ。ああ、20万、50万、100万離れてるわけじゃねえんだから。分かってるよな、お前ら。 今日こそ団結の時だぞ、お前。俺を1位にすんだお前らの金で。ああ頼むぞ。爆投げ。ね、前回投げたけどほとんど来てないよ。だから今日一気に来るんじゃないうん。ハマーさんとか、丸組アルプリさんとか、マコトシンさんとか、誠慎さんね、なんか家に来てくれたみたいでありがとうございます。 全員今日来るはずだよ。うん。いや、これで来なかったらもうフォローでも外しだわ。うん。でもこれ、緊急事態だもん。完全な。うん。分かんいよて。か、ハマーさんとか、丸組さん来るんだよね。ギリギリまで粘ってんの。丸組さん、ハマーさんのね。 英語の方とか、誰だっけ英語の方とか。うん。まだ粘ってんの盛り上げようとしてんの最後のさね、時間まで。もういいんだよ、そういうのやんなくたって。結構森ちゃんも来ないでしょ。 マコトシんさんもいないね。あと、漢字の方もいないわ。漢字の方。来てないな。うん。あと、メタル社長も来ないね。メタル社長来てない。あと、マグロさんも来てない。あと、ひらがな、数字、漢字の方も来てない。 英語の方は初日にめっちゃ投げてくれたね。見てるかもしれない、初日のね。ギリギリに粘ってるかどうか分かんないけど。うん、丸組さん一回も来てないでしょ。うん、まあ、そんなもんかあとは。あとは小投げの方っすね。大体。い、うん。いやー、これ苦しいんじゃないどうなんだろう 見てない可能性も。ありますからね見てない可能性もうわーちょっと苦しいなこれ。今いるかどうかも分かんないですね。いやー4位かこりゃ。 あともう20分だよ。大丈夫 ?4 位だけど。いや、明日パチンコ行きたくないよ。いや、今日10万、20万稼げたら、明日サボってパープルやろうと思ってたんだよ。ゲーム。いや、明日行かなくちゃダメか。

あんなやんなくちゃいけない仕事だから。パクられた、最後。どうなんだろう。ろいったわ、これ。ありがとうございます。本当、俺。プラチナよかった。うん、ちょ、見ていいでしょ十位。ありがとうございます。 集計中は見えないか、これ。プラチナに勝ったの、俺。ゴールドプラスがああ。ありがとうございます、本当皆さん。あ、かっこいい。丸組さん、いつもありがとうございまで出す。丸組さんのおかげです。いや、多分まだ赤で集計中なんで。 総取り3位で取れねい総取り3位だったら。3位以内だから、総取り。4位だよ、分かんない。4位かもしれない。どうだ、4位あ、3位でした。ありがとうございます。3位でした。あな結構さ、際どかった。 ミートくんが一位なんだ。最後だこれ、れプラチナのチュンさん。チュンさん。ああ、ちょ、すいません、チュンさん。チュンさん、5日間頑張ったよね。チュンさん、すいません。俺、熱で3日休んでて、チュンさんが3位だったのに、申し訳ないです。だけど、これが、 実力なんですよチュンさんああ冬の姿のチュンさんか知らないけど5日間チュンさんさ頑張ってきたよねプラチナでああ俺3日間ぐらいサボってたんですけど熱ですいません総取り俺もらっちゃって、うん、チュンさんすいませんほ 明日パチンコ行くから自風のそなた打ちますね。1000円ぐらい。チュンさんのことを思って、明日。うん、いや、それチュンさんじゃないの、これ。わかんないけど。じゃあ、それぞれ、ね、重大告示の方をしたいと思います。3位になれんで、皆さんのおかげで。 慣れたんでなんと半年ぶりにあの企画が帰ってきます。100万円クラブがね11月24日ジャパンカップ100万円クラブ。 よろしくお願いします。13時に、あ、ちょっと告示出しますね。 これで皆さんに会える日を楽しみにしています1万1000円を握りしめてね俺に乗ってくださいプラス20万の今年負けはさせないんで勝たせるんで半年はね最後不利があってねボンドガールが飛んだけど不利のせいで あれ俺のせいじゃないからね。うん、あれで勝てった方が怪しいし、ボンドがある。半年前のね、5月の行われた100万円クラブは。ジャパンカップ勝たせるんで。はいちなみに、今んとこね、チェルベニアです。うん、まだね、分かってけど、チェルベニア単勝ね、全額行こうと思ってます。 オッッズ次第だけどじゃあバンカップはオーギュストルランな来るわけねえだろあんなゴッダバ。日本の高速馬場じゃ一円もいらんわ。何がオーギュストルランだよ。 日本,日本馬が凱旋門賞を勝てないように、ね欧州の馬が日本の高速馬場に対応できるわけねえんだよ、馬場が。何度騙されたか、それで。凱旋門賞を勝った馬がさ、俺来てさ、何回もかけてさ、外れてんじゃん、10着とかになって。いら1円もいらんわ、オーギュストロドンなんて、お前。お、だば。チェルベニアでいいんだよ、お前。勝たせるんだ。 チルビーニャが何倍すか分からんけどねよかったらこのね告知のとこに来てください会費1万1000円なんではい11月24日ねやりますんで半年ぶりによろしかったらね皆さんね会える日を楽しみにさせて来てくれたらステッカー配るんでね 胸けわかんない。来ないんじゃないあいつが自発してきてることはないから。いや、だって1万だ、1000円は情報量だから。場代ね、1000円は、うん。高いんだよ。3時間で1万2000円ぐらいするんだよ。だから1000円ぐらいね、やんないと赤字になっちゃうんだよね、俺が。場所が、場所代が1万2000円ぐらいかかるんだよ。新宿だから。 生きる価値もない人間がじゃあそろそろ重大発表行ってもいいですかああ重大発表 <laughs> そろそろ行ってもいいですかね重大発表 言いますこの度10月27日に行われるね予算ファミリーバーベキュー会が中止になりました参加率が悪くてそれに伴いねはい ヨッサンファミリー第3期生4期生が今いる中ヨッサンファミリーを解散したいと思いますはい第5期生やるかは分かりませんがヨッサンファミリー解散ですはい中ちゃんとか鳩飛ばしといてくださいふかし芋とか今やってるんだったら、はい、解散します 予算みに今やってるね土壌創始リコッチとかねまあ中ちゃんやってたら鳩飛ばしてください予算み解散はい里見とかやってたら予算み解散ではいまあみんなねまあ一人でもできるでしょうもん まあ卒業の時が迫っていたことだってことです。ヨッファミリー全員が。うん、はい。だからヨッファミリー解散するんで、まあどっかのね、例えば非どんなファミリーが全員使いとか、他かに所属しても全然いいんで。養分ファミリーとか、Z 会とかね、兼松グループとかトップグループとかあるじゃん、派閥が。 うん、全然よっさんファミリーは別にそこでまあふかしもがねトップグループ行こうが中ちゃん金松グループ行こうがね全然別にいいんで、うん、まあみんな吸収できたでしょよっさんのイズムっていうのを一配信中のはねこいつから授かったそれから来てからよっ,さんよっさんは俺は一人で配信やるっていう。 ロービンさんとかもうあの全員解散です。もうとりあえず。あまあ、5期生募集するかわ分かんないですけど、うん、まあ、今日で解散ということで、よろしくお願いします。有吉さんねそう、今日で解散なんで。はい、まあい、ね、いずれはまあね、解散するからね。 ヨスさんファミリーやるか分かりませんが、まだやった時はね、重、まあ、大発表でヨスさんファミリー再開するんで、第5期生をね、募集したいと思うんで。まあ、なんで今日なのいや、まあいいんじゃない今日フラッチフ、ふわっち復活して3日ぶりに、うん。まあ配信はね、一人でやっていきましょう、皆さん。 それが配信ですから、うん、そんなコラボとかね「売名」とか「色恋」とかさ「暴露」とか面白いですかまあ面白いから人集まってんだけど結局一人でやったら閲覧もゴミになるでしょ前とか見てみろよんな毎日コラボなんかしてるのか知らないけどさ今日閲覧400しかなかったぞさっき見たら。 一人でやるとそうなっちゃうんだ。ひどなとこ入れてもらえいや、俺、ちょっと、あの、これこれのさ、あの、あそこに入ろうかなと思って。ダメだこれこれかなんかさ、YouTube なんか募集してないなんか。演者みたいな。まあ、そこ飛び込んでいくのもありかなと。 なんかやってるよね、なんかね、事務所みたいな。新しく作ったんでしょなこれこれの。うん。まあ雇ってくれるかは分かんないけど。だから TikTok もや,やっていこうかなと思って。うん、TikTok も。<laughs> 新たなことで挑戦していかないとダメだよね。このままだって終わっちゃうよ、俺。 こいつみたいに、うん、こいつはちらつくんだよ最近新たなこと挑戦していかないとさ俺もほんなツイキャスフワッチだけじゃなくてもう酒飲まないと別にお茶でいいじゃん酒飲めなくたって